今まで眞子さんがコラボしてきた中で一番なんかやりやすかった人とか出た。皆さんこんにちは、現代のもののけ姫こと眞子です。今日はみさちゃんからなんて、でもチャンネル名なんだっけ、さしみちゃんでみさみさチャンネルどっちやねんって。どっち、さしみちゃんでみさみさチャンネルのさしみちゃんで、そうちゃんどっちで解明するとこういうことになるんだなって思った。そう、わけわかんなくなる。さしみちゃんからグラマラスメイクをしてもらおうと思います。この顔立ちだからいける気がします。絶対いける。だってもうとにかくすっぴん、マジですっぴんですか。すっぴんだよ。でもね、強すぎ強いくない、あのちょっと笑うように思ってるんだけど整え方エグいから、多分何もすることないかもと思ってちょっと焦ってます。ちょっとより普段から外人さんに間違われるから、より外人さんに近づけるように。ちょっとどっち系に間違えられるんですか。フィリピン人がこれでノースリーブとかでなんかパイナップルとか売ってそう。嘘でしょ。ちょっと安いくない。スッピンのロングの金髪だったら。じゃあ早速、じゃあやってもらいながら、はい、雑談しますか。そうですね、はい、黙ってもね、黙ってきない、はい、で今日いっぱい持ってきたんですけど、はい、なんかそのグラムメイクでもいろいろあって、うん、なんか私がいつもやってるみたい な、うん、なんかオレンジ系のビューティー寄りの方か、うん、ピンクかなんだけど。ピンクってさ、やったことないんだよね。でも多分どっちかっていうとオレンジ系の方が似合う気がする、うん、そうですよね、うん、オレンジですよ。はい、オレンジ系でいきます、うん、でパレットをたくさん持ってきたので、すごいんだけど、どれがいいかちょっと選んでもらって、そこからワクワクしましょう。ちょっとカメラはねお互いもう動かせないから、こう固定で頑張る。確かに確かに、まあ、でも夜はね固定でこう声、あのこう声や声でやってみたかったの、この今日は。あー、ルピンか全然合わないでしょ、あれやっても一瞬こうやってコンタクトレンズはこれを使いますって。あ、そうだそうだ、そう、カラコンはね、まこさんのものを使って。そう、カラコンはこの、なんだっけ、直美ちゃんのやつですよね。そう、渡辺直美ちゃんの、なんピンチ、なんだっけ、あ、フルーツパンチ、フルーツパンチって何、フルーツパンチです。フルーツパンチ、そう、試しに買ってみたんだけど全然使う機会がない、私の普通のメイクで。あ、やっぱさ、全部すごい NYX だっけ、読むんだっけ、そう、ニックスです。ニックスNYX じゃなくてニックスって読むの。そう、ニックス、ニックス、これすごいよね。ニックスの、なんか、いい感じのやつを持ってきたので、いい感じに選んでもらって、で、これはクリオの、なんか、かつにブラウンより。わかんない、すごい、ちょっと見てよ。すごい、やばい、メイク動画っぽいわ。これでもほんの一部っていうのが怖いですよね。すごいね。でもさ、なんかほら腐るじゃん、腐るって言われて。でも私全然メイク化粧しない人だから。あ、そうなんですか、普段から。そう、全然しないの、だから減らなくて、減らないから1年間とか2年間ずっと使い続けてたことがあったの、うんうん、え、全然使いましたよ。そしたら友達から、いやマジ汚ねえって言われて、マジ腐ってるから本当にやめた方がいいよって言われたから、1年間に1回は買い直すようにしてる。いつも同じメイクだからさ、こんないろんなものじゃなく1個だけとかだから、はいはいはい、いいものを買うようにした。1年にコスパなんて悪くないじゃん、1年間で買えるから。でも1月いくらよって考えたそう、だから、え、だからなんかさ、みんな普段化粧してる人はめっちゃ減るから、高いもの買うと、あ、大変だけど、うんうんうん、1年間に1回のさ1万円だったらさ、確かにええやんって、お肌にね、あれだし。だからファンデーションもしなくなったよ。え、何もしないんですか、普段から。普段は下地と、うんうん、ちょっと若干色ついてる下地と、うん、気になるところコンシーラーだけでやって、うんうん、あとフィニッシュパウダーみたいなやつで、あのキャンメイクとかのやつ。でも今エレガンスでした。 あのさ、金の玉みたいな。そう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 です。言っていいのかなと思って。でも金の玉だそう、あれにしてあれだけでやってる。え、すごい。私今日厳選してこれなんで。あ、知ってる、エスティーローダーでしょ。そうです、ダブルウェア信者なんで。だから本当に化粧にさ詳しくなくて、ちょっと顔近づけるのでマスクしますね。はい、で、どうしたら、私はどう向いたらいい。あ、ほんと、ちょっと、ね、かコンタクトはいつはめたらいいの。あ、そっか、はじめ、コンタクト、じゃあ、はい、はじめはめてもらって、
ノールックできます。そっか、まつげ。あ、うまい、入ってます。ほら、もうすごいのこれ、発色やべ、すごくない？確かに。でしょ、フルーツポンチさ、ちょっとエイリアンっぽくなる。確かに。黄色みが強いというか、あれです、宇宙人っぽい。そう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 、サークルがないからかな。すごい怖い感じになるからさ、作れなくて。確かに、でも大丈夫です、私のメイクだったら合うと思う。でしょ、すげえ、うまい、入りました。やばい、もう目が確かに、なんかどこ見てんの感はありますね。はい、下地なんですけど、ブルー系とこのパール系だとどっちがいいですか？どう違うの？ブルー系はなんか赤みを消してくれて、白目の肌にしてくれる感じで、うん、こっちはツヤンみたいな、うん、ツヤにしようか。OK です、見てください。これはポール&ジョーですね。あ、ポール&ジョーね。はい、はい、です。なんかあんま崩れなくて、すごいさ、テカるの顔が、はいはい、だからなんかテカリ防止の下地しか使えなくて。どうしたの？いきます、うん、これで平気ですか？うん、私は全然大丈夫。いや、でもめっちゃ肌もちもち。そんなことない、すごい。ファンでいきます。エスティローダーのダブルウェアです、はい、はい、やります。はい、はい、これでベースちょっと浮いてる？大丈夫ですか？わかんない、どう？え、すごいツヤ肌。なんかすごいテラテラしてる。すごくない？なんでこんなこれ油ぎっしゅしてるわけじゃなくてツヤね。すごい、何？ライトが強いのかな。わかんない、このツヤすごくない？これが本当にすごくて、この下地も4種類くらいあって、うん、パールが入ってるのと、うん、なんかちょっとラメみたいなのとか、何も入ってないのとかがあって、いい、パールがいいです。買おうかな。おすすめです。でも普段使ってるって言われてるのに大丈夫かな。ごめん、本当に油断すると顔面が RGB2 みたいな光すぎて。なんかさ、テカリなのか油原種なのかさ、理解してもらわないとちょっとむずいよね。これもニックスの、すごいね、ニックスパーティーです。そうなんです。グラムメイクとかするときはニックスが良くて、なんか書いてねえの英語で、まあ、なんか眉ずみです。こっちがブラシになってて、今度のなんかすごい歯ブラシみたいな、それは色つくブラシ、それでぼかす。あー、はい、で反対側がこういう繰り出しタイプです。はい、もうすっごい柔らかい、こういう感じ。もうやばい、怖い、大丈夫？怖、はい、失敗したら落としますね。ちょっと、あ、眉毛がめっちゃかっこよくない？やばくない？眉毛凛々しい、てか男前になっちゃってるんだけど。確かに確かに、目垂れ目ですよね。そうなの？垂れ気味じゃない？パンつけ、あまりもっこり的なこの、あ、マリモッコリの目ね。そう、あれを、ああいう感じ。そう、よくある漫画の目みたいな。いや、はい、すごいボルドーみたいな、めっちゃやばい、銀銀の。うわ、怖い、はい。え、めっちゃ可愛い。え、いいですよ。わかるかな。でも今だとさ、そう、今ちょっとまだ濃いけど、そう、ちょっとこの辺を適当に混ぜて、締め色というか、あ、目尻に向けて。はい。上向いてもらっていいですか？ガッツリ、はい、ガッツリ、これ楽な感じで読み、そうですね。あ、ここでやるの、してる、私もやる、かわいい、かわいい、馴染んでってません？だいぶ、あ、確かになんか、キツネのお面みたい。確かに、ちょっとワクが強いからブラウン塗装かな。そうだ、今日まこさんの肌に合うなと思って、このフェンティビューティーのリアーナ、リアーナのコスメブランドなんですけど、うん、のなんかハイライターというか、なんかとりあえずキラキラする粉を持ってきたんですよ。おー、すごい高級感あふれる。ちょっと全然光じゃないですけど、でもきらめきすごくないですか？すごい、あ、やっぱめっちゃ合う。本当？よかった。いや、これ買った方がいいですよ。
嫌になるでしょ。ちょっとやりすぎるとアルツに行くようにはなります。それは、はい、はい、これはアイライナーで、渦。知らない。でもともとなんか不老不死ってところの新しい会社っていうか、それがなんかリニューアルしたところ。あ、いい感じ。いい感じです。どうですか？ちょっとわかんない。わかんないけどなんか見慣れてきた。そう、私も見慣れてきました。今まで真帆さんがコラボしてきた中で一番なんかやりやすかった人とかって誰ですか？コラボでもさ、まだ2人。あ、そうなんですか？りょうこさんとゆうすけさんしかない。あ、そっかそっか。あんまりさ、私言われるんだけどコラボしてくださいとかって。あ、そうなんですね。しない。それは企画が思いつかないからとか。うん、なんかそうだね、その人との絵があんまり浮かばないし、うん、私別にさ障害のことやってるけど障害者紹介をしたいわけじゃないから。わかります。動画でそれもさ、でもゆうすけさんのほら障害者紹介してるから。それで合ってるんですか、言い方は。あ、違う。障害者紹介ってこうなの。なんかいろんな障害がある人たちとゆうすけさんはコラボしてるから、それはなんかそっちに任せたいっていうかさ。住み分け大事ですもんね。そう、私はなんかそのいろんな障害者の人と積極的にコラボしたいっていうわけではなくて、普通に面白そうだなって思った人とだったら喋りたいし、うんうん、みちゃんがさ、ツイッターで言ってたじゃん、なんだっけ、障害だけで。あ、そう、なんか私車椅子なんで仲良くしてくださいみたいな。いや、そうじゃなくて、本当に、いや、そうじゃなくてさ、人と人との関わりだから結局、なんかその障害があるから仲良くなれるでしょみたいな、同じ境遇だから誰とでも仲良くできるでしょっていう感じではないんだよ。はじめまして、よかったら友達になってくださいっていう人とかいるんだけど、めっちゃ DM 来ません？え、誰？ってなる。そうで、なんかいいんだけど、嬉しいし、そうそうそう、嬉しいんだけど、てか友達になるって何って思っちゃうのし。ああ友達って何を基準にして友達になるの？てか友達になろうよって言って友達になったことは人生で一度もない。一度もない。その世界でしょって思って。嘘以外にそれやったことある人いいのみたいな。なんか、まあ、仲良くしてくださいってまでなんか要望が明確になってれば、分かりやすいですけど、なんか私の障害者ですとかだけ送られてきても、なるほど、そっかみたいな。そうなんか別にだからといってそんな珍しくないし、そうなん、全然大丈夫みたいな。え、でも友達になってくださいって言われて終わりなわけよね、 DM が。で、私なんて返したら、はい、友達になりましょうとはさ、なれないんだよ。だってその人のこと知らないんだし、うんうん、普通に人として、なんか仲良くなる状況があれば仲良くなると思うし。そうだからやっぱね、まあ、古い人なのかわかんないけど、ネット上だけで友達にはなれない。てか全然いいけど、まず教えて、あなたのことを。そうで、なんかまあじゃあってツイッターとかさ、インスタとか見に行っても、全然自分の情報は載せてない人のこと多くて、私の場合は、だから顔も知らないから、確かに、もうそんな人とは友達になれない。なんか電話突然かかってきてると同じですよね。そうこれが、コントワリングパレットになっていて、すごい、いろんな色のハイライトのシェーディングも、うん、あ、僕ね、めっちゃ綺麗なんてあんまりやることないですね。いやもう顔がデブすぎてちょっと怖い。それがデブだった。私もなんかさ、ここがすごい演技ってこうアンパンマンみたいになる人なの、もともと。いいじゃないですか。そんな大きく見えるんだよね。て頬骨が出て見える。ちょっとストロー吸うみたいな、あれ、つめっちゃ可愛い。これを見てもらいたい。可愛い。ここに入れるからね。わかりやすく、辛くないですか？大人すぎ。吸引力のダイソーみたいな。ありがとうございます。
あ、だいぶ変わった。シェーディングすごい映えますね。え、綺麗。かわいい。このリアーナのやつめっちゃ映える。ハイライトとリップ塗って終わりです。はい。ハイライトじゃなかったのっていうね、今は。そう、もっとこう、すっごい、すっごいんだけど、ここ発光してました。パチョンなくなった。これもなんか光がめっちゃ強い。何そのハートのテクマクマヤコンみたいなやつ。これかわいいですよね。これもハイライトなんですけど、これを鼻筋に塗ります。不思議だよね、こんなにさ、レインボーなのにさ、そう、顔がレインボーになんないんでしょ。これ全部一個ずつ塗ってもらいますけど、これをなんか混ぜるんでしょ。そう、これ私すっごいこのハイライト好きなんですけど、うん、誰も分かってくれなくて、だからアットコスメとか見ても別にそんな評価良くなくて、へぇ、なんで、もうこれしか使えないくらい好きなの。そうなの。顔面が綺麗だから何しても映えますね。いや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 、え、超かわいい、みーちゃん。チークもミックスの合成みたいなやつ。めっちゃかわいい。よし、はい、じゃああとはリップです。メイベリンなのよ。そうなんです。これ本当に多分仮装されても落ちないんじゃないかっていうくらい落ちなくて、すごくない。すごいんですよ、これ大好きで。マットのやつで。マットです。レブロン。あ、レブロンか。そう、レブロンを使ってたんだけど、はい、めっちゃ唇荒れるんだよね、レブロンね。そうなんですよ。でも落ちないやつが欲しかったから。でも本当に落ちないですよ、これすごいね。なんか油そばとか食っても落ちないです。え、荒れないでも口。私は大丈夫です。まあでもやっぱ個人差があるので何とも言えないんですけど、こんなに色があります。すごいすごいすごい、はい。ちょっと今日はオレンジメイクなので、うん、このメイベリンスーパーマットステイインクの135番使います。うん、はい。おいしい匂いがするね、これ。なんか海外のって感じですよね。うんうん、ちょっとうまんましてもらっていいですか。あ、いい感じです。あ、全然滑んないね、これ。え、超かわいい。そう、すごくない。なんかちょっとオレンジ強いから、うん、若干この130番同じ種類のそのベージュをちょっと重ねます、うん、え、でも落ちんの逆に。次へこすると落ちる。いや、やられるじゃん。それからなんか専用のリムーバーがあって、うん、できました。わーい、完成。できました。どうですか。まだマツエク残ってるから、まだそう、もし足りなかったらマスカラ上から塗ってもいいかもしれない、うん、どう。え、めっちゃ可愛くないですか。え、かわいい。あ、で、ツヤがすごい。ツヤ。すごくないですか。すごくない、このツヤ。おお。何して、本当にもうずっとツヤツヤ。すげえ。テカリともちょっと違う、うん、なんかこの。これはでもテカリとは違うかもね。すごい。え、すごい。え、かわいい。見慣れないか。見慣れたらでも慣れると思う。見慣れないけど。でもちょっと外人っぽくはなったね。うん、すごいなんか外人と付き合ってそう。ちょっとこの角度よくない、この角度。え、めっちゃいい。この動画を教えよう。はい、はい、じゃあこんな感じで、さしみちゃんメイクをしてもらいました。はい、いい感じ。いい感じ。はい、この動画が役に立ったらいいなと思っていただけたのであれば、ぜひいいねボタンと、あとはチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ、これから次は対談動画を撮ります、はい、そちらもぜひご覧ください。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。